25年前、夢と希望に溢れていた、あの頃に戻ろう。懐かしい。やば、この画面。うわー、懐かしい。やばいやばいやばい、絶対これ世代に刺さってる人いるって。いや、見てる人めちゃくちゃ懐かしくないですか？この最初の画面ね。アニメでもこの最初の画面だったんですよ、ポケモンの第1話って。うおー、懐かしい、ポケモン赤。はい、どうもゆきです。今回からこちら、ポケットモンスター赤バージョンをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。いやー、懐かしすぎる。もうこのオープニング画面だけでももう無限に語れるなぐらいあるんですけど、まあ、あまりにも喋ってるとね、もう先に進まないっていうことで、一回企画説明をさせていただきます。これから僕はポケモンのすべての地方、もう関東から始まり、ジョートだったりとか、アローラだったりとか、もういろんな地方をゲンガー一匹縛りで旅をしていきたいと思います。ゲンガーたった一匹で、もうね、初代に出てたんですけど、ゲンガーとかカイリキーとか通信進化なんでね、通信交換しないと進化しないっていうみんなの憧れの的で、僕もね、とても憧れてたポケモンなんですけど、その大好きなゲンガー一匹縛りで世界中の地方を旅していきたいなと思っています。いやー、めちゃくちゃ楽しみ、ね、せっかく最初っていうことで、もう剣盾から始めようか赤から始めようか、最新作か一番昔か悩んだんですけど、ここはもう一番最初の作品から行くことにしました。で、今回の目標としてはゲンガーでこの赤バージョンの最強の男を倒すところまでやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。懐かしい。みんなも25年前、もう25年前ですからね、このゲーム。26年前か。子供の頃のあの懐かしかった頃に戻りましょう。いきます。うわー、懐かしい。あ、でさ、これさ、26年前のカセットだよ、これ。まだデータ生きてました、普通に。ボタン電池変えたりとか一切してないのに。ちなみに当時遊んでいた僕4歳かな、この頃。今29だから26で3、4歳ですね。この頃主人公に僕、ゆうきなんですけど、本名もゆうきで実況名もゆうきなんですけど、主人公名、ゆうきくんって名付けてました。自分でくん付けしてる幼稚園時代の俺、可愛すぎんか？お小遣い残り300円ぐらいでしたね。もうこの頃使ってたヤドランがね、セレクトバグとか使いすぎて、もう技なんもなくなりました。ごめんな、ヤドン。でも、もうこの思い出を更新するために最初から始めるよ。すごいもったいない気もするけど、最初から始めさせていただきます。で、赤バージョンって結構バグが、赤バージョンっていうか初代ポケモンって結構バグが多いんですけど、基本的にはバグは使わない方針で、一回だけ使いたいところがあるんで、そこ使うときは皆さんにご説明するんで、基本的には使わない方針でいきたいと思います。で、行きましょう。うわぁ、懐かしい、大木戸。ジジイ、顔険しいな、この時代。はじめまして、ポケットモンスターの世界へようこそ。私の名前は大木戸。みんなからはポケモン博士と慕われておるよ。もう151匹しか見つけてないくせに何言ってんだって話なんですけどね、今となっちゃ。でもこの頃は、博士なんだってなりましたよね。この世界にはポケットモンスターと呼ばれる生き物たちが至るところに住んでいる。そのポケモンという生き物を人はペットにしたり、勝負に使ったり、そして、私はこの、もうちょっと語れよ。犯罪に使われたりもするんだろう。私はこのポケモンの研究をしてるというわけだ。おー、主人公、これ、うわー、懐かしい。では、初めに君の名前を教えてもらおう。いやー、レッドさんにしたいんですけど、ちょっと全地方行くっていうことでね。これレッドさんにすると、他の地方で名前どうすんだって話になるんで、ここはね、僕の実況名のゆうきさんで行かせてもらいます。ちなみにこのサトシって、アニメからサトシ来たんじゃないんですよ。アニメよりも先にゲームだったんで、このサトシっていうのが、ポケモンを作った方、田尻サトシさんっていう方からサトシっていう名前を取っています。田尻サトシさんね、今もう子供用の、なんか、小学校の図書室とかにさ、置いてあったじゃん。漫画スペシャル、偉人伝みたいなやつ。あれになってるレベルなんですよ。俺、それ、小学校で読んでた側だったのに、まさか好きなゲーム、やってたゲーム、小学生の頃やってたゲームの作った方がこんな、ね、本になるとは思わなかったんで、びっくりしましたよ。ジャックは何ですかね？考えのジャックですかね？じゃあ、自分で決めるで、ここは実況者名、僕の名前、ゆうきって言います。皆さんよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。ゆうき。いや、同年代のチャンネル登録者めっちゃ増えてほしいな。めっちゃみんなで語りたい。だからみんなのさ、ポケモン赤の頃の思い出とかもぜひコメント欄に書いてください。
ここから先ももちろんなんですけど、もういろんな思い出を聞きたいです、みんなの思い出を。うむ、勇気と言うんだな。そうです、勇気です。ライバル、相変わらず名前好きそうな顔してるぜお前。こいつは私の孫、君の幼馴染でありライバルである。名前はなんて言ったかな。大木戸、ボケてるぞ、相当ボケてるぞ。孫の名前忘れるやつおるか。グリーンね。もう初代ライバルといえばグリーンですよ。ライバルの名前は基本的にはグリーンとかね、まあ、シルバーとか、そのまま名前変えずに行きたいと思います。名前変えない方がこういろんな地方で僕がライバルと戦ってるみたいな感じでできるんで、そんな感じで行きたいと思います。で、このシゲルっていうのが、これがね、あのマリオシリーズとかドンキーコングシリーズとかゼルダの伝説シリーズを生み出した宮本シゲルさんっていう方の名前なんですよ。いや、すごい偉人たちの名前ばっかりなんですよね。これもアニメからじゃなくて宮本シゲルさんから来てます。ジョンはモンスタージョン TV ですかね。まあわかんないですけど、じゃあグリーンで行きましょう。そうだそうだ、思い出したぞ、グリーンという名前だ。もう思い出したぞも何もね、忘れんなよって話なんですけど、ユキ、いよいよこれから君の物語の始まりだ。夢と冒険とポケットモンスターの世界へ。いやー、楽しみすぎる。いや、楽しみすぎるんだが、普通にレッツゴー。いやー、こうやって冒険が始まったんですよ、幼いあの頃。もうあの頃から26年経って大人になっちゃいましたが、まさかね、3、4歳の僕は26年後も同じゲームやって騒いでるとは思ってなかったことでしょう。勇気はファミコンだよ。ファミコンだよ、この時代。今となっちゃ任天堂スイッチだぜ。ファミコンだよ。よし、そろそろ出かけよう。いいね、アクティブだね。なんでさ、この部屋、なんでテレビこんなど真ん中に置いてんの。普通だいたい壁際とかじゃない。なんでこんな、配置おかしくって、改めて見ると部屋めちゃくちゃ広くない、こいつの部屋。なんでお前の部屋こんなにめちゃくちゃ広いの。で、パソコンもあると。だって、パソコンは1995年でしょ？ Windows、何の頃？ 98 じゃ95とかあったっけ？もう98からなんですよね、パソコン触ったのが。で、その後 ME とか触ってたんですけど、パソコンの中に道具預けられるとか未来でしたよね、こんな。すごかったよな。じゃあ行くか。もう一階だよ、もう。一階に来るだけでももう感動ものだよ。あ、これテレビさ、テレビで映画をやってる。男の子が4人。これスタンドバイミーですよね。線路の上を歩いている。このスタンドバイミーの映画なんですよ。でもこの映画のさ、このセリフが、まさか20年以上後に PV になるとは思いませんでしたよね。もうガッチャ見た時にね、この世代の感動やばだったからね。この世代だった人ガッチャ見た時、マジ全員泣いたと思う。俺も泣いた。もう10回ぐらい連続で見た。で、泣いた10回連続で。僕も、もう行かなきゃ。なんでこんな使命感持ってんだかわかんないけどね。そんな別に行かなきゃってほどじゃないと思うぞ、お前。ポケモンの本がいっぱい、ポケモン大好きなんでしょうね。いや、ポケモン、まあ、セリフが乏しいな。そうね。男の子はいつか旅に出るものなのよ。うん。テレビの話よ。あ、テレビの話ね。そういえば、隣の大木戸博士があなたを呼んでたわよ。しょうがねえな、じゃあ大木戸のじじい、ポケモンもらいに行くぜ。うおー、懐かしいお姉さん。私もポケモンを育ててるの。強くなればガードマンの代わりになるしね。いや、利用すんな。まあ、ゴーリキーとか利用するタイプだ。おじさん。もうシリーズおなじみになったおじさんじゃないですか。初めてのセリフ聞きます？科学の力ってすげえ。いや、このおじさんがさ、ピカブイとかでもまた出てたのも感動したよな。今はパソコン通信で道具やポケモンをデータにして送れるんだと、もうデータにされる側のポケモンの気持ちも考えろって話なんですけどね。道具もそうだけど、ポケモンデータ化されて、なんか内心どう思ってるんだかすごい気になったんですけどね。さあ、で、大木戸のじいさんがいるのかと思いきや、おりゃ？おや？いませんね。なんだ、ゆきか、大木戸のじいさんならいねえよ。これさ、最初困らなかった？最初俺めっちゃ困ったんだよね。あれ？大木戸の人って言ったけど、いなくない？みたいな。どこにいんの？ってすげえ困ったんですけど、これもしかしたら最初に積むポイントかもしんないですよね。この草むらに。行っちゃうよ。おい、待て、待つんじゃ。やべえ、じじいが説教しに来た。しかも、お前人ん家から来なかったか、今。危ないとこだった。草むらでは野生のポケモンが飛び出す。こちらもポケモンを持っていれば戦えるのだが。そうじゃ。ちょっとわしについてきなさい。さっき言ったよ、そこ。ね、さっき言ったんだけど。もう一回行くの？
グリーンいたよ。しょうがねえな、じいさん。お前どこ行ったんだよ。じいさん、待ちくたびれたぞ。お前、孫はどっち向いて言ってんだよ。じいさんの方向いて言ってやれよ、せめて。真逆向いてんじゃん。グリーンか。いや、孫だから。なんでハテナ飛んでんの？孫だから。気づけよ。おう、そうか。わしが呼んだのじゃった。もう完全にボケてますね、このじじい。ちょっと待って、俺。ほれ、ユキ。そこに3匹ポケモンがいるじゃろ？おっほ。モンスターボールの中にポケモンが入れてあるんじゃ。昔はわしもバリバリのポケモントレーナーとして鳴らしたもの。そう、昔はめちゃくちゃ強かったみたいなんですよね、この人。追いぼれた今はポケモンも3匹しか残っとらんが、お前に1匹やろう。さあ、選べ。ういっす。あ、ずるいじいさん、俺にもくれよ。まあ、慌てるな、グリーン。お前も好きなものを取れ。しょうがねえな、じゃあ先に取っちゃおうかな。へへんだ、俺は大人だからがっつかないのさ。ユキから先に選ばせてやるぜ。これさ、もうありがたいと思ったんだけど、実はそうでもなかったっていうね。人影、うわー、ちょっと全部見ていい？人影、ドカゲポケモン。生まれた時から尻尾に炎が灯っている。炎が消えた時、その命は終わってしまう。いや、辛すぎか、この図鑑説明。なんでネガティブなんだよ。なんか初代の図鑑説明って結構ネガティブじゃない？ちょ、待って、全員見せろ。全員見してくれ、じいさん。ゼニガメ、カメノコポケモン。長い首を甲羅の中に引っ込めるとき、勢いよく水鉄砲を発射する。首、甲羅の中入ると、何？ピューって出てくるの？入るとピューって出てくるの？大変やな、お前。ちょっと、何？頭引っ込めようとしただけでピュッピュッピュッピュするの大変やな、お前。不思議だね。種ポケモン。生まれたときから背中に植物の種があって、少しずつ大きく育つ。これさ、みんなどれにした最初？俺ね、不思議種にしたんすよ。なんでかって言ったら、最初人影でプレイしたんだけど、ニビジムで積んで、不思議種に切り替えました。ニビジムで積んで不思議種に切り替えました。もうどうにも、もうニッチもサチもいかなくなっちゃったんで。だから今回は、僕は赤バージョンということで人影を選ばせてもらいます。ただね、ゲンガーさんしか使わないんで戦闘で。秘伝要因として色々連れ歩くは連れ歩くんですけど、戦闘では一切使えません。はい、人影にします。よろしくお願いします。このポケモンは本当に元気がいいぞ。ありがとうございます、人影くん。頼むよ。あ、ニックネームもちろんつけましょう。これやっぱニックネームをつけ、こう左上のこのさ、なんか、手動いてる。これポケモンなんだよ。昔こんなんだったからね。昔こんなんだった。今進化したよな、お前。本当にポケモンよ。すげえよな。でもこの、ずっと楽しめる作品っていうのも本当すごいですよね。じゃあ人影くんの名前はタクシーにしましょう。はい、空を飛ぼうをガンガン使っていただく予定ですので、秘伝技3ついけるよね、この時代だったら。居合斬りと怪力と空を飛ぶ、3ついけたはずなんで、確かここは居合、タクシーで行きましょう。かわいそう、かわいそすぎか。じゃあ俺はこれでね、しっかりとここ属性的にね、相性いいやつ選んでくるっていう嫌な性格してますよ。でもここら辺もね、レッドが人影、グリーンがゼニガメっていうのはもう王道みたいな感じでいいんじゃないのって思いますけどね。そして最後ブルーが持ってくのかと思いきやみたいなところもあるんですけど、これちょっと最終パートでいろいろ話したいと思うんで、ぜひ最後まで見てください。最後のパートまで。俺の選んだポケモンの方が強そうだぜ。まあ相性はいいだろうな。そうじゃ、野生のポケモンが出てきても、そいつを戦わせていけば隣町へ行ける。じゃあ隣町行っちゃう？待てよ、ユキ。せっかくじいさんにポケモンもらったんだぜ。ちょっと俺の相手してみろ。いいだろ、してやろうじゃねえか。グリーン初バトル。うわ、やべえ。懐かしい。やばい。やばい。感動がやばい。グリーンが勝負を仕掛けてきた。うわ、ゼニガメ、昔グラフィックこんなんだったよな。なんかちょっと儚げなんだよな、ゼニガメがグラフィック。じゃあとりあえず引っ掛けで、ここでバトル負けても勝っても正直進行影響ないんですけど、とりあえず最初できることって言ったら物理攻撃ぶち込んでいくばっかだかなと思うので。いや、鳴き声使うか、意外と威力あるの向こう。ちょ、タクシー勝てんのかお前、本当に。お、尻尾振ってきた。ちょっと待って、防御力をしっかり下げてくる。一生尻尾振っててほしいんだけど、その間に勝つから。いや、そう、あと100回ぐらい尻尾振っててほしい。100回も PP 残ってないですけどね。あと100回ぐらい。ちょっと待って、やばい。もう一回尻尾振って、もう一回、もう一回だけ尻尾振ってるゼニガメ見たいな。あー、負けたー。タクシー、やり、やっぱ俺って天才。見とけよ、お前。ま、ぶっ飛ばしてやっからな、お前、最高のステージで。よし、他のポケモンと戦わせてもっともっと強くするぜ。ユキ、じいさん、じゃあばよ。
見とけよ、お前、マジで。もう最高の舞台で速攻ぶっ通してるからな、ほんとに。たくもう、勇気も負けずにポケモンを戦わせて育てるという、負けずに、負けたんだよ、今。たった今負けたんだよ。めちゃくちゃ煽ってくんな、じいさん。いや、もう、懐かしくて許せる。もうすべてを許せる。じゃあ、ママに一言言ってから行きましょうか。勇気、少し休んでいったらどうかしら。人身売買、いきなり人身売買させてくるもの、ポケモン。もう怖いわね、このお母さん。それじゃあ気をつけていってらっしゃい。もう送り出しがさらっとしてる。もうちょっとなんかさ、大事な息子の一人旅だよ。もうちょっとなんかないの？こんにちは、ゆきくん。弟のグリーンならおじいちゃんの研究所よ。いや、おじいちゃんの研究所からもう出てってんだよ。地図くれよ。地図くれよ。これもうちょっと後ですね。じゃあとりあえず最初のところに行きますか、街に。おー、初めての野生のポケモンはなんだ？ポッポーポッポー。ただね、まあ、戦闘しないって言っちゃってるんで、ちょっとこれは、ゴース連れてくるまでは戦闘しないように一回逃げ切りましょう。で、ゴースどうやって連れてくるのかっていうのもあるんですけど、とりあえず最初の街まで行って、最初の街行ったら確かね、通信交換ができるようになるはずなんですよ。ちょっと待って、これ、この辺だったか。もう一個左で行けたな。こう来て、わー、初めての街。わー、初めての街。ポケモンセンター別にいい。チュートリアル爺さんいるのか？お前26年経ってお前何歳になってんだお前は。えっく、待ちやがれわしの話を聞け。これ行くなと言っとろうが。ちょ、爺さんに絡まないようにしてますね、この男。あらら、爺ちゃん、こんなところで寝ちゃって、しょうがないわね。酔いが覚めるまで待つしかないわ。待ってらんないんだけども、早く旅に行きたいんだが、こっちは。じゃ、ちゃんとお使いをこなして動けるようにするか。しょうがない、フレンドリーショップ入りましょう。お？君はマサラタウンから来たんだね。なんでそんなすぐわかんの？ほうきの博士を知ってるね。これ、頼まれてるんだけど渡してくれるかい？ゆうきはショップから届け物を預かった。いきなりパシリ扱いですよ。最悪ですね、この店員。何の関係性もないんですけどね。そうしたら戻るんですけど、これね、当時最初気づかなかったんですよ。戻る時に草むら歩く必要ないんです。そう。左側に実はね、ショートカットルートがあるわけなんですよ。これを気づいてない当時のゆうきくんは、もう速攻コラッタに会いまくってましたね。こうして戻ると基本的に会わないんですけど、この辺で出会ったりとかしちゃうんだよね、たまに。今回は運がいいから出会いませんでした。博士！もうパシられたよ、いきなり。おれ、お届け物じゃ。おう、ゆうき、どうだい？わしのやったポケモンは。おう、だいぶ懐いたみたいだな。本当に？お前ポケモントレーナーの才能があるな。え、わしに渡すものが？ゆうきはおいきど博士に届け物を渡した。はい、どうぞ。おう、これはわしが注文してた特製のモンスターボールじゃ。どうもありがとうよ。特製のモンスターボールって何なんだよ。じいさん、グリーン来た。グリーン歩くの遅くね？すっかり忘れてた。俺になんか用事だって？おう、そうじゃ。お前たちに頼みがあるんじゃ。机の上にあるのはわしが作ったポケモン図鑑。でかいな、ポケモン図鑑。見つけたポケモンのデータが自動的に書き込まれてページが増えていくという大変ハイテクな図鑑なのじゃ。ま、だいぶハイテクだよね、この時代。ゆうき、グリーン、これをお前たちに預ける。ゆうきはおきどからポケモン図鑑をもらった。ありがとうございます。あ、消えた。この世界のすべてのポケモンを記録した完璧な図鑑を作ること。それがわしの夢だった。まあ、でも、いっぱいいるんだけどね、この先も。いっぱいポケモン出てくるんだけどね。しかしわしももうジジイ。はっきりしてて好きだぞ、ジジイ。そこまで無理はできん。そこでお前たちにはわしの代わりに夢を果たしてほしいのじゃ。さあ、二人とも早速出発してくれい。これはポケモンの歴史に残る偉大な仕事じゃ。仕事を押し付けんな、孫世代に。よし、じいさん、全部俺に任せな。乗るの早いな、お前。ゆき、残念だがお前の出番は全くねえぜ。そうだ、うちの姉ちゃんからタウンマップを借りていこう。ゆきには貸さないように姉ちゃんに言っておくから、俺ん家へ来ても無駄でけれね。こういう生意気なところがね、当時はめちゃくちゃムカついたんですけど、今は可愛く見えますよね。じゃあ姉ちゃんにちゃんともらいましょう。つってもね、ポケモン図鑑埋めろっつったって、こっちとら、原価一匹で縛る予定だから。ねえ、埋まる予定ないんすけどね。大木戸のおじいちゃんお仕事頼んだんだって？大変ね。これあげるから使って。姉ちゃん、グリーンの言うこと全く聞く気ないもの。ありがとうございます、お姉様。したら時は戻って。だっておじいちゃんの酔いは冷めたかな？もういい加減ね、酔い冷めててもいいね。冷めてますね。冷めてますね、酔いが。酔っ払ってたみたいじゃ。頭が痛い。時に、お急ぎかな？いえ、聞きたいです。せっかくなんでお話を。ほほう、ポケモン図鑑作っとるか。ならわしからアドバイスじゃ。ポケモンを捕まえて調べれば自動的にページが増えていくんじゃよ。
なんじゃ捕まえ方を知らんのか。ではわしがお手本を見せてやるかな。おお、懐かしい。懐かしい、ジジイになった俺。野生のビードルが飛び出してきた。これジジイになったと思ってびっくりしてましたからね。道具でモンスターボールを選んで、モンスターボールを投げるとゲットできるんですけど、なんで急にね、街中にビードルが出てきたのかみたいな、時はあの森から出てきちゃったのかなみたいな感じしましたよね。こうやってゲットをすると、初めのうちはポケモンを寄らせてから取るのがコツじゃ。了解しました。じゃあボールを早速買っていって、こっからゴースを一回連れてきたいと思います。そこら辺の過程もね、全部お見せするんで、ちょっと一緒に見ていただきたいです。爆は使わないんでね。じゃあここで、3000円、もうお小遣い3000円ってね、幼きあの日に、ちょっと3000円持ってんのこいつすげえなって思いましたよ。10個いらないかな。いや、一応10個買っとくか。10個もあれば十分だと思うんだよね。したらもう交換自体はできるんで、交換する用のポケモンをまず1匹捕まえに行きたいと思います。あ、この子でいいでしょう。コラッタさんですね。コラッタといえばもう最初の草むらに出てきて、ラッタになったりとか、もう僕の大好きなね、ポケモンの同人誌の王者の祭典っていうのがあるんですけど、そこでのラッタのエピソードとかすげえ悲しいんですよ。ライバルのお話があって。めちゃくちゃいい本です。これで捕まえられるかな、コラッタさん。いけますかね。じゃあ初めてのモンスターボール、いっちゃうよ。さあ来てくれ。せっかくだから一発目で成功させたい。オッケー！ナイス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 。コラッタゲット。ちょ、図鑑も見てみよう。コラッタ、ネズミポケモン。牙は長くて鋭い。一生伸び続けるので硬いものをかじって削る。大変だなお前。大変だなお前。じゃあ、せっかく、コラッタ、こんな牛みたいな感じになってますよ。せっかくなんでニックネームは、もうバイバイすること確定してるんで、はい。ニックネームバイバイにしましょう。絶対ポケモンたち怒ってるからね、こんなニックネームの付け方してたら。したら、とりあえずこれで準備はできたので、こちらのポケモン青バージョンでゴースを捕まえて送りたいと思います。こっちもね、当時小さかった頃にお母さんに買ってもらったソフトなんですけど、赤バージョンが出てしばらくして青バージョンが出たんですよ。でね、ポケモン、こう、出てくるポケモンとかも青バージョン違うよみたいな話で、すごい欲しくって、もう頑張って買ってもらった覚えがありますね。ゴース出てくる。いきなり出てきた。ナイス。ガス状ポケモン感当時めちゃくちゃありますよね、レベル18。さて、そうしたらここでスーパーボールでゲットできると思うんで、このまま行きましょう。さあ、来るかな？一発でいける？一発でいけない！もうナイトネットってさ、当時もう専用技だったんですよ。他にゴーストタイプいなかったし。懐かしい。しょうがない。じゃあ、マスターボールでゲットしたゴースを使っていきますか、旅で。まさかのマスターボールですよ。これね、最近やり直してマスターボールとかもゲットしたんですよ。裏で。もうプライベートで普通に遊んでて。オッケー、ゴースゲット！この子を使っていきましょう。じゃあね、ゴース一匹縛りというか、ゲンガー一匹縛りにするんで、名前はボッチでいきましょう。お前はボッチかもしれないけど、一緒に旅をすれば二人ボッチだ。大丈夫だ。行きましょう。ボッチはまさきのと、転送しないであげてボッチさん。ただこのボッチなんですけど、どうやって交換するかって言った時に、どうやって持ってくるかっていうことですね。っていう時に、ちょっと今回は64のポケモンスタジアムを使って連れてこようと思います。こっちですよ。64ですよ。こちらのポケモンスタジアム。うわ、懐かしい。若干こっちでも遊びたいもん。いやー、ちょ、ポケモンやりながらこういう外伝的な作品もいろいろとプレイしていきたいんですけど、まあ、今回はそれが本質筋ではないんで進めていきますよ。こちらのポケモンスタジアム2を使って交換をしていこうと思います。これね、64のソフトなんですけど、64のコントローラーにガションって、ゲームボーイのソフト刺す部分があるんですよ。これ、外付けで使えるんですけど、これを刺すとポケモンスタジアム内で、ポケモンの、このゲームボーイのポケモンのトレードができるっていう機能があります。今回こちらのゆうきくんをセットして、はい、オーキド博士の研究所に来ると、オーキド若いな。はい、このポケモン交換システムから交換をすることができます。交換サービスへようこそ。この赤の勇気と青の勇気で行きましょう。赤の勇気からは先ほど捕まえたバイバイを。で、青の勇気からは先ほどゲットした、はい、こちらのボッチくんを送りましょう。で、こうやって、64を通して、お互いに交換することができると。いや、このために実家帰って色々と取りに行きましたからね。ちょ、大変でしたよ。準備するのが。はい。あ、ガス状ポケモンゴース。この64のポケモン図鑑のグラフィックもいいんですよね。
やりたいな、こっちも実況。ちょっと伸びたらいろいろやりたいことあるんですよ。はい、交換無事に終わりました。で、これで交換が終わると、こちらのポケモン赤のソフトの方にちゃんとぼっちくんが送られてるっていうわけですね。これで次回からぼっちだけで戦って、他のポケモンたちは秘伝要員として連れ歩くっていうプレイがいけると思います。ナイトヘッド、あと777でレベル19ですね。めっちゃゾロ目ですね。で、これ、ゴースレベル18だからもう簡単なんじゃない。ゴース？あ、ぼっちだよね。あ、びっくりした。ニックネーム変になってんのかと思った。よかったよかったよかった。レベル高くて簡単なんじゃないのって思うかもしれないんですけど、ニビジムとか。最初って、レベル10以下のポケモンしか、交換でもらったポケモン言うこと聞かないんですよ。で、バッチ2個ゲットすると20以下。で、そっからまあ進んでいくにつれてレベル上がっていくんですけど、最初はね、めちゃくちゃ反抗期だと思うんですよね、このゴースくん。この反抗期のゴースくん、ぼっちくんと一緒に旅をしながら、だんだんと強くなっていって、言うことを聞いてくれるように、認めてくれるようになるっていうね、ぼっちと勇気の二人の、まあ二人のぼっちですけどね、二人のストーリーを見ていっていただきたいなと思います。ということで次回から本格的に旅が始まります。いや、めちゃくちゃ楽しみ。もうマジで楽しみ。ちょっとね、これ世代の方に届くといいなと思ってるので、ぜひこの赤世代の方とかチャンネル登録していただけると嬉しいです。で、この先もすべてのポケモンソフトやっていきますので、まあ、他のね、世代の方も自分のこう一番やってたソフトの世代のところに来るまで、ぜひ楽しみに見守っておいていただければなと思います。じゃあ今回このぐらいにしていきましょう。週4ぐらいかな、更新頻度。ちょっとわかんないんですけど、そのくらいで更新していきたいと思いますので、皆さんぜひ気軽に見ていったり、あとコメントとかね、当時遊んでた方はこういう思い出があるよとか、どの動画でもいいんで、コメント残しておいていただけると嬉しいです。じゃあよければチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。バイバイ。